シェールオイルとは、オイルシェールから、熱分解、水素化により生産される、合成石油タイトオイルの一つ、結岩油とも言われている。オイルシェールを、摂氏350から550度にし、貫流して得られる。タイトオイルは、厳密に分類すると、オイルサンドとシェールオイルに分類される。シェールオイルは、経済学的、地政学的なニュースとして報道されることが多いため、 本項目は経済面を主に記述する。シェールオイルの採掘方法2000年代初頭に水圧で岩盤に亀裂を入れる高圧破砕と呼ぶ採掘技術が確立され2010年頃からアメリカ合衆国やカナダで生産が増えた。その後の技術革新によって増産が進みアメリカ合衆国ではシェールオイルを含む原油の増産が2008年の 日量約500万バレルから2014年は800万バレルを超え2014年5月国際エネルギー機関は拡大するアメリカ合衆国のシェールオイル生産によって今後5年の世界の石油需要増加分をほとんど賄うことができるとの予想を発表した2018年には日量平均1090万バレルとなり2008年からの10年で 生産量は倍となった。また技術革新により、フルサイクルコストは年々低下し、2019年現在では、採算ラインは1バレル50ドル以下とされる。これに対しオペックも、戦略の転換を余儀なくされ、2014年11月27日に、ウィーンの本部で行われた総会では、大幅な価格下落にもかかわらず、減産を見送り、生産量維持を決定した。 オペックの生産量維持には、シェールオイル封じの思惑があるとされ、事実2015年1月4日には、米国のシェールオイル関連企業である、WBH エナジーが、原油安が始まって、以来初めて破綻した。2015年2月10日、国際エネルギー機関のマリア・ファンデル・フーフェン、事務局長が、ロンドンでの講演で、米国産、シェールオイルの増産により、 オペックの市場シェアが金融危機前の高水準を回復することは困難との見解を示した。2015年12月18日、アメリカはシェールオイル増産により国内に増産で積み上がった在庫解消するため1975年以来40年ぶりに原油輸出を解禁した。2017年8月16日、ブルームバーグは効率化の結果、 アメリカのシェールオイルは1バレル40ドルでも生き残れるように適用していると報道した。2018年3月5日、国際エネルギー機関は2023年までの石油市場見通しで、米シェールオイルの生産が2023年に2017年比で74%増の日量780万9000バレルになるとの見通しを示した。2023年に、 米原油生産全体も約3割増しの日量1690万2000バレルに拡大。世界で米国産原油の影響力が強まるとした。2019年、シェールオイルの増産に牽引され、米国の2018年の原油生産量が45年ぶりに世界最大になったと報道された。2019年11月29日、 米エネルギー情報局が発表した統計で、アメリカの9月の1ヶ月の統計で、原油、石油関連製品で、輸出量が、輸入量を1日あたり8万9000バレル上回り、1949年以来70年ぶりに、準輸出国となった。2019年9月の輸入量は12%減り、地域別に見ると、オペック加盟国からの輸入が47%減。 ペルシャ湾地域からが約40%減となるなど、中東からの輸入源となっている。アメリカが石油の準輸出国となることで、中東やロシアなどへのエネルギー依存度が減り、地政学的なバランスが大きく変わる可能性が指摘されている。2020年3月、産油国による協調減産体制が終了したところに、新型コロナウイルス流行に伴う、 景気減速が重なり、原油価格が1バレル20ドル台に暴落。生産コストが比較的高いシェールオイル関連業者は大きな打撃を受けた。2020年4月1日、大手シェールオイル開発会社のホワイティング・ペトロリアムが破綻した。2020年3月9日の原油価格暴落以来、ニューヨーク証券取引所に上場する石油会社としては、 初の連邦倒産法適用となった。6月28日には、アメリカの石油生産1%、天然ガス生産2%になっていた、チェサピークエナジーが、資金繰りの悪化から破綻した。シェールオイル関連企業は、社債の一種である、ハイイールド債と呼ばれる、信用力は低いが、利回りの高い債券を発行して、資金を調達しているが、 新型コロナウイルスの感染拡大による金融市場の混乱に伴い金利が急上昇し資金繰りが難しくなった。技術革新によりコストは低下傾向で原油相場が下落した2014から2016年に生産コストの低減が一段と進んでいる。アメリカ合衆国が長らく世界の警察官として振る舞ってきた理由の一つは エネルギーの安定確保のためである。アメリカ国内油田の主源現象が鮮明になっていた1973年の第四次中東戦争は石油危機につながり急激な物価上昇で世界経済に打撃を与えた。このため原油依存を深めていった中東では1991年の湾岸戦争で中東地域の秩序維持を主導してきた。しかし、 2018年のオペックからの原油の輸入量が2008年の半分までに低下したため中東の重要性は薄れてコストを払ってまで介入しなくなる傾向が強まり2018年12月には内戦の続くシリアからのアメリカ軍撤収を表明するなどエネルギー安全保障の観点から中東に積極関与する政策の交代が鮮明になってきている AB タイトオイルとは何かジョグメク石油天然ガス資源情報デジタル大事線の解説結眼油 ABCD シェールオイル米原油生産の7割に日本経済新聞電子版日本経済新聞社2019年1月14日閲覧逆オイルショックが再来シェールオイルがもたらすエネルギー情勢の激変 やぶプレス、http コロンスラッシュスラッシュ jbeprests.ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ416872014年12月16日閲覧。abcdefgh エネルギー知性学一辺枚原油生345年ぶり、主位。日本経済新聞電子版。日本経済新聞。 2019年1月14日閲覧。OPEC 生産は維持決定。サウジワラビアが原産派を仕切る。ロイター。h t t p j p ロイター c o m アーティクルトップニュースエジプキシエンレージ AB199201411272014 年12月18日閲覧。OPEC 原産見送り加盟国の足並み揃わず。 日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXLASDC27H0FX21C14HMM80002014 年12月18日閲覧。ゲニュア安のメカニズムシェール封じの思惑も。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com アーティクルヤックスゾ 75366460x00c14a800532015 年1月12日閲覧ベーシェール企業をゲニューユスが直撃昨年来初の経営破綻朝日新聞 http://www. a h i .com アーティクルズ アッシュ 194VQLH19B01CHTML2015 年1月12日閲覧。ベーシェール企業派単原油価格急落再算割れ。東京新聞。 http://www.tokyo-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュエコノミックススラッシュニューススラッシュ ck2015-0109-02000245.html2015 年1月12日閲覧。オペックシェア回復困難イコールシェールオイルで、市場激変 IEA 事務局長。時事通信者。 h t t p w w w j i j i c o m j c z c k イコール20万1502、2兆150億2100万967、g イコール int 2015年2月11日、閲覧。現有安、長期会日本は歓迎。毎日新聞。 http://mainichi.jp:/articles/20151220/k00/00m/020/078000c2015 年12月19日閲覧。ab,b, shale 企業が、オペック打ちまかす、40ドルでも生き残り引くベーシティ。ブルームバーグ。 https://www.bloomberg.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ2017-08-16スラッシュ OUR1RB6KLVR5012017 年9月10日閲覧 ?ABC、ベーシェール、6年で74%増、IEA 石油市場予測。日本経済新聞。 https www. 日経 .com アーティクル約すむぞ27階7377計50006兆320億1800万2018年3月8日閲覧 AB 米70年ぶり原油の純輸出国に国内シェールオイル増産で NHK ニュース2019年12月26日閲覧 ABC 米国、70年ぶり石油純輸出国に9月、統計。日本経済新聞電子版。日本経済新聞社。2019年12月26日閲覧。米ホワイティングが、破産法適用申請。原油安が、シェール業者に打撃。ロイター。2021年2月4日閲覧。米国石油生産事業者が、経営破綻。 原油価格暴落後初めて。w w w j e t r o g o j p 日本貿易振興機構。2021年2月4日閲覧。米シェールオイル企業が、初の破綻原油価格の急落で。NHK ニュース。日本放送協会。2021年2月4日、閲覧。米シェール石油、ガス開発の先駆者、チェサピークエナジーが、 経営破綻。ジェトロ。日本貿易振興機構。2021年2月4日閲覧。AB。OPEC とシェールオイルの戦い。長期戦に。ウォールストリート・ジャーナル。 http://p:/wsj.com アーティクルズ s b 一世1920巻3642八5849 75条754 64条6488が458系311兆5511億5449万80162014年12月17日閲覧米テキサス州の原油生産。 世界3位に迫る勢い。CNN2018 年7月21日閲覧。ABC 百合本庄で商業生産オガデモを開発スタート。秋田伊佐新報。 http://www.sakigake.jp/.p/.special/.14/.konoichinen/.article 0 5 ,jsp 2014年1月12日閲覧。シェールオイル、国内初の商業生産開始秋田。朝日新聞。h t t p w w w a s a h i c o m articles。 Asg 四百七十六 h 八 hg 四十七アンハビー零一四 html 二千十四年十二月十六日閲覧。ありがとうございます。